PM10 のサロン喫茶シュビKM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶シュビ、メインパーソナリティの井上俊です。はい、毎週土曜日の夜10時から放送しています。4月22日ですね。はい、ここからの時間も少しの時間ですがよろしくお願いします。はい、4月22日ということで、先週のスマップ元スマップの香取慎吾さんがやってるスマステーションっていう番組で、来週の22日のゲストはなんと中居正広さんだということで、すごい見ていてテンション上がったんですけど、その22日が今日ですね。はい、このあと2時間ぐらい後かに放送されるんですけど、どんな感じなんですかね。すごい楽しみです。解散以来初めて2人でそのテレビで話すっていうことで、何を話すんかなと、っていうかその姿、2人の姿を見るのもすごい新鮮というか、うん、新鮮ですね。今になったらそうですね、あんまり予想はせず、うん、普通に見たいですね。何もなんか変な感情なしで、うん、見たいですね。そうですね、この後スマステーション楽しみですね。はい、先週の続きですね。はい、また東京の話ですが、どこまで行ったかな。昼ご飯食べて、渋谷の109行って、そうで109でショップ、欅坂ショップを見に行って、 T シャツを買ったり、なんかその中を見て写真を撮ったりして、でその後の話ですね。欅坂ショップ見た後はもう多分そこに 1時間ぐらいいたんかな。なんで2時ぐらいやったんですね。2時ぐらいで、そこから原宿に行きました。竹下通りを見たくて行きました。一回行ってみたかったんで行きましたね。で原宿までまた地下鉄問題でなかったんですよ、線が。その都営地下鉄のあの一日丸ごと切符ではなかったんですよ。結局だから歩いて行きましたね。渋谷から原宿まで結構かかりました。地図上では近いように思うけど、で原宿そうそう、あので、道に出たらもう原宿通り越して国立競技場の近くに行ってしまって、もう国立競技場の全貌が見えてきて、でその塀の上に大人数の人間の上半身が大量に見えてまして、うわこれ全部欅坂のファンなんみたいな、めっちゃすごかったです、人数は。であんまりまだ見たくなかったんで、もう戻って竹下通り行きました。竹下通りはあの入り口っていうんですか、入り口なんかな、あの入りのとこから見たらやっぱり人数半端ないですね。狭いから余計大人数に見えんのか、もうぎゅうぎゅうでなんか祭りやってんのかぐらいな。で進んでいって、途中、まあ、原宿といえばクレープなんで、原宿のクレープ食べないと帰れないと思って食べました。あんまり特別違った味はなかったんですけど、でもやっぱり原宿のクレープっていう感じは、クレープからなんか放たれるオーラがすごいありました。でもこれで人生の一つの願いは叶えましたね。原宿のクレープを食べるっていう願い叶えました。はい、
もう少しこの続きがあるんですが、また来週、話の続きをしたいと思います。はい。それではここで一曲紹介します。ワンデーミュージック。今週の一曲は欅坂46のサイレントマジョリティです。はい、欅坂46のデビュー曲でもあり、欅坂46の代表曲と言える作品だと思います。はい、テレビの CM で初めて聞きまして、その CM もパターンが、バージョンがいくつかあって、それぞれ人も違うんですけど、でその映像も結構印象的だったんですけど、それよりこのバックで流れてる曲がすごい衝撃的でインパクトが強くて、初めて聞いた時は一目惚れっていうか、一目じゃないけど、その一聞き惚れというか、いい曲だなって素直に思いましたね。その日からもうこの曲はなんて曲なんだろうと、どういう歌詞なんだろうと、すごい気になって頭の中でずっと繰り返し再生してましたけど、でこの曲で欅坂46がデビューして、歌番組とかでも流れるようになって、それでミュージックビデオですね、ミュージックビデオもすごい、あれは名作ですね。振り付けも TAKAHIRO さんが振り付けで、特徴的な振り付けでキレがあって、なんかその振り付けをあのメンバーが踊っているのがすごい、マッチしてましたね。今までのアイドルではこういうちょっとダークな感じはなかったと思うんですよ。それでこの曲の歌詞も好きでして、「君は君らしく生きていく自由があるんだ、大人たちに支配されるな」っていう歌詞があるんですけど、その歌詞をまだ若い純粋なまっすぐな、メンバー、欅のメンバーが歌うとすごいなんか伝わってくるというか、伝わりますね、すごい。この曲はそうですね、確実に自分の中で一番好きな曲ですね。この曲もテチがセンターで歌っていまして、平手友梨奈さんが歌ってまして、テチの目力、ここから始まったのかという、デビューして間もなくてこんなに力強い目で表情で歌って踊れることが、やっぱりなんかすごいなと思いますね。はい、欅坂46の「サイレントマジョリティ」、いい曲で伝説の一曲です。皆様も聴いてみてください。ワンデイミュージックでした。この後は久しぶりの PM10 のサロン喫茶スビー。それではここでこのコーナーに行きます。守備で語る危機的存在。はい、このコーナーではリスナーの皆様からいただいた日常であった怖い体験や危なかった出来事を紹介していくというコーナーです。それではお便りがちょっとまだないので、井上俊の出来事を紹介します。そうですね、もうこの話は去年の12月にあったまあことなんで、まあもう話していいだろうと、まあ別にその時に話してもいいんですけど、12月の初めに友達と遊ぼうということで、バイクに乗ってその場所まで行って、でなんか買い物したり、なんかいろいろなんか食べたり遊んだりして、もう全部終わって友達とも別れてバイバーイみたいな。で
帰ろうとバイクに乗って、で普通にもうその道も何十回も通った道なんで慣れてたし、いつも通り帰ったんですね。でそしたら途中の道で急に車が左折をしてきて、もう気づいた時には地面が目の前にあって、何があったんだと思って、でちょっと腰が痛いなと肘が痛いなと思いながら周りを見たら、近くに車が止まってまして、近くに自分のバイクも倒れてるということで、ああ事故ったんだなと、そこです すぐに分かりましたね。路肩を走っていて急に車が左折してきて、それにぶつかって、うん、バイクごと倒れたという、なんか自分の体も少しだけ飛んだ記憶があります。ポーンと悪い転び方じゃなかったらしくて、別に外傷もあまりなかったです。ただ肘と腰を打撲したぐらいで、それは本当に全然大丈夫だったんですけど、それよりもバイクの方が外傷が大きくて、その後の修理がちょっと大変でしたね。うん、そうですね、それがありましたね。危機的状況、もう危機じゃないですね、やってしまった話なんですけど、そこからちょっとなんかいろいろその後病院に通ったりごたごたありました。バタバタしてました。はい、皆さんもバイクを乗るときは、うん、気をつけてください。あんまり路肩を、大きいバイクだったらもう通れないんですけど、ちっちゃいバイクやったりすると通れるんで、あんまり、うん、危ないんで通らないようにしてください。はい、という井上俊の危機的存在でした。皆様の日常であった怖い体験、危なかった出来事を教えてください。ラジオネームと性別を添えて、メールまたはツイッターのダイレクトメッセージで送ってください。懸命に危機的存在と書いていただけるとありがたいです。メッセージの送り先は subi10@gmail.com subi10@gmail.com shviy10@gmail.com です。PM10 のサロン喫茶シュビKM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間となります。はい、先日発表されたんですけど、欅坂の新しいドラマが始まるみたいです。タイトルは残酷な観客たち、ミステリードラマらしくて、またちょっと欅坂らしい雰囲気のドラマじゃないかなと思うんですけど、5月18日から放送みたいで、でもなんか前のドラマの徳山大五郎を誰が殺したかっていうドラマも、欅坂のドラマもこっちでは放送されなかったんで、この新ドラマももしかしたらこっちで放送しないんじゃないかっていう予想なんですけど、
放送をしてください。お願いします。はい、楽しみにしています。はい、危機的存在メッセージ、そして普通のお便りをお待ちしています。そして普通のお便りでは質問や悩み相談、なんか最近こんなことがあったとか、あれが嫌だなとか、愚痴でも何でも大丈夫です。全部何でも聞きます。何でも教えてください。どしどしを通り越してしろしろ送ってきてください。はい、詳しくは番組ツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。サイレントマジョリティ。